投資始めたい。証券口座が必要らしい。どこがおすすめなの？はいどうも、テルゾー投資チャンネルの積田テルゾーです。投資を始めたいけどどこの証券口座を作ったらいいかわからない、そんな質問をたくさん受けてきました。ということで今回は初めての投資おすすめ証券口座について話します。この動画を見ればどんな基準で証券口座を選ぶべきなのか、そしてどの口座がおすすめなのか、この2つがわかります。ぜひ最後までご覧ください。まず結論から話します。おすすめ証券口座は SBI 証券と楽天証券です。2つの証券口座開設の公式サイトのリンクは概要欄に貼ってあるので、もし今すぐ作りたいっていう人がいたらそちらをご覧ください。普段から発信を見ている人であれば予想通りだなっていうこの2社なんですけど、やっぱりおすすめです。いいサービスゆえに2社とも口座数も爆増しています。ではなぜおすすめなんでしょうか。理由を今から解説していきます。まず最初にですね、証券口座を選ぶ基準について話します。今回は投資をこれから始める人向けの動画です。そのため基礎の基礎からしっかりと話していくのでご安心ください。証券口座は主に2つのポイントを見て決めるのがいいと思います。1つ目は手数料が安いこと。当たり前なんですが、投資をするときには証券会社に手数料を払う必要があります。その手数料が低い方がいいですよね。これが証券口座を選ぶ一つ目の基準です。サービスごとに手数料が違うんですが、よく使うサービスの手数料が低いこと、例えば積立NISAの手数料ですとか米国株を買う時の手数料、これらが低いというのが重要になると僕は思います。二つ目は使いやすいこと。シンプルなんですが、これめちゃくちゃ重要です。スマホで完結すること、カスタマーセンターに簡単に電話ができること、そしてデザインが可愛いこと、ここら辺の条件が揃うと使いやすい証券会社ということになるんじゃないかなと思います。ではおすすめ証券口座のいいところ一つずつ解説をしていきます。まずは一つ目、 SBI 証券のスペックを見ていきましょう。積立NISAでは手数料がかかりません。ただし投資信託ごとの手数料というのはかかるので、そこは注意してください。イデコ、こちらも運営管理手数料というものがあるんですが、そちらが無料です。国内株式アクティブプランというものを選べば、約定代金が100万円まで手数料が無料です。米国株式、こちらは手数料が約定代金の 0.495% です。これは業界内でも最安の水準です。部分的に見れば他社に手数料で負けてしまっている、そんな部分もあります。しかし重要なサービスを見て総合的に判断したら、 SBI 証券は非常に優れていると言えます。二つ目、使いやすさについて。この後紹介する楽天証券には少し劣ってしまうかもしれないんですが、 SBI 証券もかなり使いやすいです。スマホを使ってたった1分で株を買うことも可能なんです。商品も豊富で、買いたい商品はほとんど扱っていると思います。ちなみに以前1分間でスマホで株を買うショート動画投稿したので、興味ある方はそちらもご覧ください。2つ目、楽天証券解説していきます。積立NISA手数料ゼロ、イデコ運用管理手数料無料、国内株式約定代金100万円まで無料、米国株式約定代金の 0.495%、 SBI 証券とほぼ同じの最低水準です。この2社はネット証券の中でもトップ争いをしており、今後も手数料が大きく上がる可能性は低いと考えられます。100万円以上投資をした時の国内株式の手数料は SBI 証券よりやや高いです。しかし投資を始めたての人がいきなり大きな金額を投資することはあまりないと思うので、僕は今回どちらでもいいんじゃないかということにしております。次に使いやすさについて。個人的な意見ですが、 SBI 証券よりデザインが可愛くて使いやすいんじゃないかなと思っています。いかにも投資してるよっていうデザインの SBI 証券を使うのもいいと思うんですが、投資はね、あんまりちょっとよくわからない、なんか怖いなっていう人は楽天証券の方がデザインが少し可愛いのでおすすめです。非常によくある質問で、 SBI 証券と楽天証券どっちがいいんですかっていうのがあるんですけど、本当にどっちでもいいと思ってます。本当に積立NISAはどこか一つの会社だけでしかできないんですけど、証券口座っていうのは複数持つことも可能です。そのためいくつか証券口座を作って、その中で最もデザインがいいなですとか、あ、これ使いやすいなとか、そう思った会社だけを使うのでもいいと思います。ちなみに僕は SBI 証券と楽天証券はどっちも作っていて、楽天証券で積立NISAをやって、 SBI 証券で米国の個別株などを買っています。それでは本日のまとめに入ります。おすすめ証券口座は2つ、 SBI 証券と楽天証券です。重要なサービスの手数料が低く、無駄なコストをかけずに投資を始めることができます。
証券口座を作るのは投資家になる第一歩目です。まだ証券口座作ってないよって人がいたら、ぜひ概要欄のリンクから証券口座を作ってみてください。また今日紹介した2つの証券口座以外にも、いくつかの証券口座を比較した記事を以前書いています。そちらのノートのリンクも概要欄に貼っておくので、興味ある方はご覧ください。この証券口座ってどうなの？といった形で、わからないことがあったら気軽にコメントで聞いてくれると嬉しいです。すでに投資を始めてるよって人がいたら、ぜひどこの証券口座を使っているかコメントで教えてください。証券口座作って一緒に投資家になりましょう。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので、投資のことをもっともっと勉強したいって人は、ぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。Thank you.